機会社東急百貨店が経営していた百貨店渋谷駅に直結しており東京メトロ銀座線の線路が建物内を貫通していた渋谷エリアの大規模再開発に伴い2020年3月31日をもって閉館した東館西館南館の3館で構成される東急百貨店東横店の前身である 東横百貨店は東館の建物で1934年創業。1954年の増築、1970年の増築で東館、西館、西館南館の三館体制となる。日本初のターミナルデパートである梅田駅の阪急百貨店に習った関東初の私鉄ターミナルデパートであり、日本初の名店街である東横の連外や、 デパ地下ブームにつながる東急フードショーなどの先進的な売り場作りで幅広い顧客を獲得してきた。なお、渋谷駅外区土地区各整理事業のため、東館は2013年3月31日で営業を終了し、その後解体工事に入った。跡地には2019年に、 駅直結の大型複合構想ビルである渋谷スクランブルスクエアの一気棟が開業した。これに伴い売り場は西立と南館に集約され、また東館1階にあった東横の連外は渋谷マークシティーイーストモール地下1階へ移設された。さらに2020年3月31日をもって西立、南館も営業を終了し完全閉店。 閉店後は渋谷エキスポとして同年9月13日までイベントなどに利用される予定であったが新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から渋谷エキスポは中止が決まったその後西立南館ともに取り壊され跡地には2027年に渋谷スクランブルスクエアに木舟が建設される計画であるなお 地下1階の売り場は引き続き営業継続される。2階、西立入口 B1 階、東急フードショー3階、通道8階詳しくは、外部リンクの公式サイトを参照。下記は2013年3月の東館閉店前の、もの。東横の恋愛に関するカテゴリ東横劇場に関するカテゴリありがとうございます。